はい、皆さんこんにちは。今日ですね、繊維のご紹介です。弊社ですね、作業服、ユニフォームメインで取り扱ってますけども、スーツもですね取り扱ってまして、そのスーツですね、裏地よく使われているキュプラという素材があります。キュプラという素材は非常に優秀な素材になりまして、どんな特徴があるかですね、ちょっとここでご説明したいなと思います。まずですね、キュプラというのはですね、旭化成が作っております。別の名をベンベルグというですね呼び名になってるんですけども、非常に優秀な繊維でございまして、綿花のですね、種の周りにある産毛ですね、こういう感じですね、産毛をですね集めてできた繊維になります。で、非常にですね優秀な繊維でして、まずですね超温効果あります。ウールと同じでですね、寒い時は暖かく、暑い時は涼しくって感じですね。で、超温機能があるのと、あとですね調湿機能もあります。調湿というのは湿度をコントロールするということですね。吸って吐くと、非常に服っていうのはですね湿度に弱いですので、保管しておく時に非常に機能として役に立ちます。裏地でね使うと非常に長持ち、服を長持ちさせる効果がありますんで、キュプラが裏地についていると、服をこう大事にですね使えます。またですね、あと静電気も起きにくいというところで、冬場ですねちょっとこうピリッとしにくいということもあります。あとですね、非常に肌触りがいいという、肌の滑り、肌に優しいというところですね、非常に滑りがいいので、こう袖を通した時にですね着心地感、サラッと感、が全然違いますね。そういった特徴がですねキュプラにありまして、唯一ですね日本の旭化成が作っている繊維になるんですけども、これがですね、スーツの裏地に、よく使われているんですが、ユニフォームなんかでも今使われてまして、ユニフォーム系の繊維はポリエステル系が多いんですけども、それに一部ですねキュプラ、ウールとキュプラを混ぜてですね、キュプラの特徴を生かした商品なんかもいろいろ出てます。女性の制服に多いので、キュプラを入れて調湿効果とか保温効果とか、着心地感とかですね、ちょっとこう高級感を持たせて作ってる商品なんかもいろいろ出てます。非常にですねキュプラという繊維は優秀ですので、名前がですね聞き慣れない感じなんで、化学繊維かななんて思うんですけど、天然繊維でございますんで、非常に肌に優しくて着心地もいいということで、キュプラ注目していただければと思います。